プキャットニワット10回フライ級王者内藤大輔左ボディー、井岡さん、そして、はい、井岡が井岡です、ね、左ボディックアウトになる3のできた傷で試合続投、左ボディーは井岡、はい、右ストレート、はい、立ち上がりから井岡の真骨頂であるこの左ジャブ、それからフ見るからにこの同じ体重 50.8 キロなんですが、肩周りの筋肉ががっちりしているこの、はい、でもあのチャンピオンの井岡選手動きはもう違うのを見て良かった。ジャブが正規チャンピオン、正規チャンピオン井岡との試合、ジャブが15戦全勝、左アッパーフック合わせてきた、スタン右ストレート井岡、あれが大きい時もありますからね。はい、このジャッジ3人で1ラウンドごとに10対9と差をつけていくことが推奨されている。テンプは上々だねと、チャンピオンスタンプサイドです。左井岡選手、左アッパーから左、左フックから左のショートアッパー、バリエーションの多さも非常に武器なんですが、はい、そのあたり出てますね。ダウンを奪ったか、もともとジャブをついて、はい、まだこの馬力のあるうちはですね、はい、ジャブついて距離取った方がいいですよ。この強烈なパンチ、スタンプの右、正規チャンピオン井岡からこの右フックで、飯田さん、はい、ダウンを奪うと1ラウンドの得点というのが10対8ということになるわけですね。そうですよね。フライ級王座の統一戦、右を合わせた井岡ですがガードを固めてダッキングです。相手のパンチをかわした、ガードして、非常に冷静でした。冷静ですね。左ジャブから左ボディにつなげた井岡です。顎を左フック合わせた、相手の右は強烈、ガードの上から飯田さん打ってきますね。はい、左合わせ、相手のスタンプは17歳6ヶ月で、ね、今スタンプ打ったパンチですね。左ボディを打った、右ボディ低い体勢です。これでダウン取ったことありますからね、過去にもスタンプ、幹が太いよ、はい、いわゆるこう腕っぷしが強いというか、はい、一発のパンチはありそうですよね。そうですね、過去ガードだけはしっかりといけと、やや31は波乱の立ち上がりになった井岡、ジャブ3つ、ジャブかを起点にしていきたい井岡でしょうか。そうですね、なるほど、左ジャブがバックステップで相手のステップインは右、はい、ガードしました井岡、怖いパンチが来た、右ガードは上になりますが、右ストレート、タイの選手とはこれ久々にタイの選手のタイのスタンプ、緑体シスオという選手 BA の世界スーパーフライ級王者になりましたが、タイの強さ、はい、左ボディから右フック、ショートアッパーもパンチを下げる、ガードを固めた、これはダメージはないようか、うんですよね、はい、ナイスボディ、左ボディ打ちました、ボディはいいですよね。左ボディ、そのスタンプサイドです、左ボディしっかりと中に入れ、受け身になるなという指示が出ている一方で、はい、という指示ですね。ですけども、はい、だいぶチャンピオン、やはり少しずつ出るのがようか、右ボディ、やりよかった、ぐらついた、前出てきた、右ストレート、ー右フック、あったか、スタンプ強烈、右フックだったかようか、ここを引いていました、肩で押し返して、右ショートアッパーだった、左ボディ、効いてる、相手がボディ嫌がったか、うん、効いてるんですね、だから前、井岡、右ショート、飯田さん、この辺りの近い距離での井岡のパンチのバリエーションですね、まあ、ボディです、危険な距離でもありますけれども、ボディはしっかり効いてますよ。相手オーバーが冷静にカーッときしている感じ、左ボディ右フックショートが出た、スタンプ下がった、ちょっと、うん、出てきましたね、左ボディ井岡がボディ攻撃、第2ラウンドにダウンを奪われた井岡、第4ラウンドこの軽い左のパンチからの右ストレート、赤いグローブのスタンプは2度目だった井岡です。解説は内藤大輔さん、飯田聡さんでお伝えしています。左ボディ広木さんと世界タイトルマッチで拳を合わせて、いやーすごい、ついてきたし、左ボディ加藤選手ですよね、すごい冷静に相手を反撃とですね、はい、強引に出てね、ごまかす、下がるんじゃなく無理やり出てくっついてクリンチするってね、うん、そんな感じがしますね。左ボディ遠い距離から当たった、今度は右ボディ、これは近すぎました、距離を左ボディ、そして出てくる、これは効いてる証拠でしょうか、ね、そうですね、距離取ると左ショートアッパー、近づいた方が打たないみたいな、そういう中、よっかりと冷静に井岡、手の右フックもしっかりと見えている、そう話しています。はい、右ボディ、相手の顔面のパンチのガード、そして井岡打ち合う、ここは打ち合う、左ボディからダブル顔面に、下にパンチを打っているからこそ飯田さん、はい、顔面のパンチも当たってくるわけでしょうか。そうですね、左アッパー、振る癖があるんで、はい、右、あたこれ、右これです、これ当たってくると思いますよ、これから。そうですか、そのあたりが飯田さんがおっしゃった、左が下がったり上がったり、ね、そうですね、左ボディー食らった、右ショート、右ショート、相手のガードが下がった、うわ効いてる、右ショートパーだった井岡、ダッキング、9歳年下の暫定チャンピオンスタンプにボクシングを教えてやりたい、10対8という得点差がついて、じわと飯田さん、はい、井岡がペースに切ってきてますね。ですね、左ボディもいいですし、右の打ち下ろしもハマってきてますよね。はい、ただ内藤さん、怖いのは相手の強いパンチでしょうかね。あ、入った、入った、そうですね、
一発に気をつけたいですね、はい、もう本当一発狙いに来ると思いますよ、はい、このパンチです。テクニックはちょっと差がありますから。そうですか、はい、もう距離詰めてこれですよ、狙うのは。おお、来ましたね。このやはり斜め上から打ち下ろす右のフック。伊藤さん、はい、そのスタンプサイドは左ボディから顔面へ受け身になるんだ。パンチが届いていないからとにかく前へ出ろという指示。もう中間距離ですよ、やる一方だっていうのをね、やっぱ向こう思ってるんですよ、はい、だから強引に距離を潰して接近戦で勝負だっていう、ね、ことですよ。なるほど、強引ですね、強引ですね。飯田さん、はい、出てくるこの相手、接近戦を望む相手に対してどう言うか、はい、このラウンド来るなら来い、打ち返してますね。顔面へ接近戦で、真っ向勝負に出てますよね。そうですか、打ち返左ボディ、遠い距離から右ストレート、右ショートアッパーから左、左ボディ、連打が決まり始めた。力に下がった、という井岡です。これはもう問題ないですし、相手からしたら嫌なところなんですよ。右ショートだった、ワンツーガードされている。しかし手数を出していく井岡です。ラウンドごとに10対9と差が作られていく10ポイントマストシステム。そしてディフェンス、さらには主導権争い。右のオンフェイントから左、右ストレートまであった、ワンツース隙間から当てた、飛び込んだ。第6ラウンド、井岡の左ボディから顔面へ、ね、はい、このパンチは井岡が狙ったパンチですね、うん、ザ統一戦、前へ出てくる暫定チャンピオンのスタンプ、はい、正規王者27歳の井岡、相手をうまくさばいているっていう5歳チャンピオン井岡。あーじゃあ相手のパンチなかなか、フェイントからショートアッパー、右左ボディ、普通のアッパーって入らないですから。いい、右ショート、相手のパンチはガード、井岡です。近い距離、またコンビネーションから顔面へ、井岡足を止めた。皆さん、かなりダメージを相手に与えようというパンチを打ち方でしょうか、はい、大丈夫、打ち方がこう対照的ですよね、方ですね。なるほど、右ストレート、相手あの手数減ってきてますね、はい、18歳、勢いと若さ、そしてスタミナももちろん削っている井岡です。左ボディ、深い位置、ボディ顔面へ、相手は距離を詰める。こうして打開していきたいというスタンプです。井岡